チキセブをするナレッジアーマードです。今回はついに来ましたシュタインズゲートについてのお話をトモさんとさせていただきます。よろしくお願いします。てってれーてってれーいやーシュタインズゲートの話はですね、私はずっとしたかったんですが、私シュタインズゲートをずっと見てませんで、そうなんですよ。これは2009年に、Xbox のゲームですかね、アドベンチャーゲーム、うん、で始まったんですよね。なんですが、私、この作品って、まあ、アニメですごい有名になったと思うんです。2011年の時に、はい、なんですが、すごくいいっていうのを聞いてて、私、サブカルを追っていくものとしては絶対見ないといけないとずーっと思ってて、で何回か挑戦したんですけど、もうどうしてもやっぱり岡部倫太郎のふわはっはっていうのの法院鏡まだ、何回もその俺の名前は法院鏡まだっていうのを、そのなんか岡部って言われてるのに対して毎回訂正して法院だっていうやり取りがほんとしんどくて、もうそういうのいいからってちょっとずっと思っちゃって、何回も途中で挫折したんです。それはアニメーション？アニメ、はいはい、僕ゲームも小説も分かんない、見てないので、でそのアニメでもう本当に2話とか3話ぐらいまでで、もう無理ってなったのが3回ぐらい続いたんですよ。おでどうしてももう見られないって、気持ち悪いと思ってたんですけど、いやもう、はい、ある友人にやっぱりそのもうね、とにかくこの作品を追わないことには、もうサブカル好きとしてはもう本当にいろんなミームにしても、こうスラングにしてももう通用しないから、もうとりあえず我慢して、とりあえず10話までは我慢して見てくれって言われたんです。あ、なるほどね。そう、それでまあしょうがない、もう意を決して、もうおえと思いながら見ていったらですね、やっぱり10話ぐらいからもう急に面白くなって、もう最後の方はもう泣いてましたね。その気持ちはとてもよくわかります。そうなんですよ。もう僕は、はい、もともとゲームがあったのは知ってたんですけど、ね、うちの弟は筋金入りのオタクなんですが、はあ、彼が、ライトノベルを持ってまして、はい、当時小説にハマってたんで、僕なんか面白い小説ないって言ったら、すごい分厚い前編後編の前編を渡されたんですね。あ、これそれって何年ぐらいの時ですか？これいつだ、まあ、10年以上前だと思うんですけど。それは下げのアニメも、うん、終わった後？いや、アニメより前。ああ、だから僕アニメ見てる時はもう原作知ってたんですよ。ああ、だって今2024年だから、アニメ2011年だから10年どころじゃないですよね。15年ぐらい前ですよね。ああ、そうか、その前か。そうなんですよ。大人になったら15年ぐらいは最近なんですよ。最近じゃないです。ゲームも、あれ、なんだっけ、スマホでやったりとかやってたんですけどね。はい、うんうんうん、まあ、それは、でも一番最初は僕小説で。うん。で、同じですよ。最初、ボカリンの、うん、あれも結局一人称で済むから、うん、ラノベだったから。うん、気持ち悪いんですよ、最初。気持ち悪いですよね。うん。で、しんどかったんだけど、うん、いや、これは、どっかで面白くなるはずと思って読んでたら、うん、まあ、ちょっとずつ面白くなってきて、うん、で、マユリが死ぬあたりから、もう、なんやこれってなって、食い入るように、何回も何回もリープするじゃないですか。うん。マジか、こんな面白い小説あるだろう、ないだろうって、ガーッとこう、ハマって読んで。ああ、そっか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 。小説始まりなんですね、じゃあ。僕小説でも、でその後アニメが始まったってことですね。そうですね、時系列的には多分そう。じゃあアニメはリアタイで見たっすか？リアタイで見ましたよ。すげえな。いや、そうなんですよ。これっていうのは本当にリアタイで見て、その時にこの当時のネットの中のその盛り上がりとかっていうのを体験しとかないと本当の面白さっていうのは分かんなくできないはずなんですよ。だから僕は本当にもったいないことしてて、そうですね、リアルタイムの空気感があったはずですよ。そうで、うん、これでシュタインズゲートが2011年に終わって、で2013年に劇場版がやって、今度2018年かに、ゼロが始まる
アニメのゼロって、うん、サイングゼットゼロが始まるってなった時に、うん、その再放送をやったんですよね、その前に。そのああ、やってましたね。その再放送をやって、それっていうのはその新しい新規ファンも抱き込みたい、でもその子さんのファンももう一回復習の意味で見ていただきたいということで、その直前にやったっていうのがあったんですが、あったらしいんですが、それがですね、そのアニメは 全部で24話あるんだけど、23話に違う話を差し込んだんですよ。ああ、それ見ましたよ、うん、そう、それベータ版っていう 23.5 話って言われてるのがあって、それがそのゼロにつながる方の世界線の動きになってた、なってたわけですね、うん、で、だから初めての人はそこからゼロにつながるのは、自然だったし、今まで見てた人は、うん、あれ、これ今まで見たのと違うじゃん、なんならタイトルも違うしってなって、境界面上のシュタインズゲートっていうのが元々で、23.5 話っていうのは境界面上のミッシングリンクっていうやつだったんですね、うんうん、なんでタイトルも違えば B パート全然違うじゃんってなって、でそこでうわこれやられたってなってからゼロが始まるっていうすげえ仕掛けだったんですよね。それ確か予告なしでしたね。そうで、それを私的には全くそれを知らないっていうか、もうなんなら最近そのそういう仕掛けがあったっていうことを知ったので、もうマジでもう乗り遅れたっていうレベルじゃないっていうか、もう損したって思いましたね。あのそういうみんなでえーってなるっていう感じが体験できなかったっていうことで。じゃあ俺マウント取れちゃうのかな。そうなんですよ。だから今日はですね、トモさんにマウント取っていただきたいっていうも、っていうのもそもそもトモさんは岡部凛太郎と同じ東京電機大学の卒業生なんですよね。そうそうそう。そうなんですよ。そこがまたすごくて、だからそもそもその東京電機大学の、卒業生であるトモさんと岡部凛太郎との相似点といいますか、そういったものを聞きたいなっていう感じなんですよね。そうだから、オカリンはですね、うん、俺なんですよ。そうなんですよ。あのひょろっとした性だし、オタクだし、うん、なんかもう共通点が多いんですよ、うん、だから途中ではこれ俺じゃねと思って読んでたんですね。そうなんですよ。でトモさんは自分は岡部凛太郎と思ってたらですね、私あのこの間シュタインズゲートゼロを見てたらですね、あのダルの横にトモさんそっくりのモブの人が携帯いじってるっていうのを見て、あの思わず写真撮ってトモさんに送って、トモさん仕上げに出てるじゃないですかってあの送っちゃったんですよね。俺がいるって思いました。そっちの方が似てたみたいな。オーディン・クロマじゃなかった。っていうのが余って、いや、もう非常にね、面白かったですね。あのただ、マウント取りたいんですけど、僕も相当前に見たので、うん、ただ、小説も見たし、ゲームもやったし、うん、スタインズゲートゼロのゲームもやったし、うん、まあ、映画も見たし、全部メディアミックスもほとんど、体験したんだけど、うん、あまりにも昔のことすぎてちょっと記憶がうろ覚えなんですよ。でもね、あれ情報量が多くて、その話ってどのシリーズの話だったっけ、なりますよね。なる、うんうんうん、なのでそれはしゃあないなって思いますよ。で、あとはさ、ラジカンの写真この前さっき送ってくれたじゃないですか。あ、そうなんですよ。ラジカン、そう、そもそもそうなんですよ。私今日の京都で、トモさんとこの収録をするっていうので、今日のもう朝から秋葉原に行って聖地巡礼全部してきたんですよ。でラジカン行って、柳森神社行って、もうゴーゴーカレー行って、もう何ですか、サンボに行って、メイリッシュ行って、もうそれこそ、未来ガジェット研究所こと、小日山ビル行って、カスタムさん行ってって、もうあとなんだっけ、吉林公園行ってって、もう大体全部行ってきたんですよ。そうっていう、すごいですよね。だけどさ、結局ラジカンって、はい、立て直した後のラジカンじゃないですか。うん、だけど俺は普通に大学時代にあの秋葉行ってたから、うん、その旧ラジカンっていうか、そのアニメで出てくるであろう、あのちょっと古い階段があるあのラジカンもちゃんと行ったことあるし、うん、まあそれは別にあの下げとか関わらず昔の人って行ったことあると思いますけど、ね、そう、あのね、僕はあれですね、昔あのそのラジカンの下のところの何なんかあれなんだろうな、なんかゲームソフト売ってるなんかコーナーがあって、そこでバハムートラグーン買った思い出がありますけど。ああ、バハムートラグーン懐かしい。そう、
なんですよ。なんで今日は本当に聖地巡礼してきたその空気感とかもう全部なんていうさ、神田ふれあい橋、とかもね行ってきたんでね、いや非常に、その辺の空気感が、まあ、リアルに感じながらもちょっとお話ししたいなっていう、ところでございます。ということで、もともと2009年の Xbox アドベンチャーゲームで名実さんですね。で、あれですね、このまあ元々の原作というのが、原作というかもう 原案かが竹浦千代丸さんですかね。ああ、はいはい、この方はあれですね、主題歌系音楽はもう全部自分で作られてるっていう感じですね。うん、なんかその、昔あのボーイに、すごい影響を受けたらしいので、やっぱ確かにするとボーイっぽい作りというか、ああいうなんか80年代の J ロックみたいな作り方はしてますよね、音楽で。アニメの主題歌もなんか自分を騙せみたいなアニメのストーリーにすごいリンクした。そう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 、だからその辺があのちょんなんていうかパート聞いてて分かんないけど、最後までアニメ見るとあそういうこと言ってたんだっていうのが分かるっていう仕掛けになってるんですね。そうそうそう、ね、ハッキングトゥーザゲートですね、伊藤かな子さんですね、うん、あの独特の歌声いいですね。うんうん、懐かしい。なんかちょっと中毒性があっていいですね、あれね。懐かしい、うん、そうそうなんですよ。でそもそもシュタインズゲートっていうのはまあ彼の岡部の造語というか、でだってなんだっけ、うん、言葉が混じってますよね。そう、シュタインっていうのが、まあ、ドイツ語でゲートは英語だしっていうふうに、まあ、あれも言ってましたもんね、クリスも言ってましたからね、うん、むちゃくちゃですね。むちゃくちゃじゃない。でスタインっていうのは、まあ、石なんですよ。スタインっていうのはもともとスタインが石で、で、まあ、シュタインスタインとシュタインで運命石の扉っていうことですよね。でこれが何が面白かったかっていうと、その今この現在に流布されている都市伝説ですよね、うん、とか陰謀論とかそういうのがちゃんと組み込まれているっていうところなんですよね。ああ、はいはい、そうだからそのとか、ね、ネットスラングとかそういうのを組み合わせることによってのリアリティを持つシナリオっていうことですよね。そうっす、まあ、例えばそのジョン・タイターとかね、ジョン・タイターっていうのはもともとその未来からやってきたという体でネット上に現れた正体不明の人物、まあこれは何かの実験のね、そういう民間の実験だったっていうのが後々分かったっていうことなんですけど、うん、だしあのゲルなんだっけ、ゼリーマンですね、ゼリーマンリポート、ゲル状になってね、私この今ゼリーマンリポートにちなんでこのこの緑色の液体をビーカーで飲んでおりますけどね、これは、メロンソーダをウォッカで割ったものでございます。これ今飲んでおりますね、やっぱりこれはそういう小道具を用意するの好きですよね。そうなんですよ、そう、私今日あれですね、選ばれし者の知的飲料ドクペモを用意してますんで、ドクペモ買ってあります。だとあと誰が好きな、あれですね、ゼロコーラですね、ゼロコーラも買ってありますね。これを順次私はこれを、ウォッカで割りながら飲みながらお話ししたいなっていう感じですかね。ちょっと大前提の話、うん、ちょっと戻るけど、うん、なんだっけ、例えば鈴宮春日とかさ、あと、まあ、この下着もそうですけど、なんか結局こう、なんていうか、オタクっぽい話じゃないですか。はい。要するに、普通の人はあんまアンテナに引っかからないかもしれない。最初はね。はい。だけど、そういうのを、ストーリーの面白さとかで、こう、すべてを巻き込んでいく感じの作品っていうのは、要するに作品の圧倒的な強さみたいなものがあるでしょ。うん、そう。でも、それ、最初、その、おっしゃってた通り、やっぱ最初はちょっと、受け付けないわけですよ、普通の人は。そうなんですよね、そうそうそう。気の高さみたいなものがあるんだけど、うん、まあ、鈴宮春日も同じような感じがするんですけど、ちょっとアニメっぽいな、キャラがちょっと、あれ、萌え系なのかな、みたいな、うん。だけど、あれもちゃんと練り込まれて作り込まれてるし、うん、付箋もちゃんと回収していくし、うん、なんだこれ、すげえなっていう
だからそういうのがたまにこうね、数年に1回出てくるでしょ。そうですね。その強さがこの作品にはあるなと思っていて、うん、こんなに綺麗に伏線を全て回収していく物語ってあんま知らないんですよね、他に。そうですね、作り込みと、まあまあその科学交渉っていうのはまあちょっとあのとんでも科学っていうところはどうしたってあるんかもしれないけれど、それとうまいことそのギャルゲーの要素と いろんな立体的に組み合わせてちゃんと一本の感動できる話にしてるっていうとんでもない力量ですよね。そうだから結局あのマユリを選ぶのかクリスを選ぶのかとか、まあ、他にもいろいろね、うんうんうん、エイリスとかルカコとかいっぱい出てくるじゃないですか、うん、アマレスだと、うん、だからあの可愛い女の子もいっぱい出てくるから、うん、そのギャルゲーとしての要素もありつつ、うん、メインの話がすごいしっかりしてるから、うん、俺はとんでもない作品だぞってやっぱり、あ、気づいてくれてありがとうって私今思ってます。それは私が気づいてってことですか。そうそうそう、あー、そうなんですよ。そう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 、そうありがとうございます。このあのこういうチャンネルやってたらシュタインズゲートやらないっていうのはこれはモグリでしょう。そうなんですよね。ずっと気にしてはいたんですけどちょっとう絶対何回かうってなってしまってできなかったんだけど、でもトモさんはずっとそれを知っていたのに僕に対してそれを無理強いすることなく10年以上付き合ってくださってるんですよ。まあ、あのちょっとやっぱり話が長いじゃないですか、うん、全部チェックしてるんですよね。まあ、やっぱその本として入れてもらうタイミングってものがちょうど今だったってことなんで、まあその50はありますからね、ゼロまで見たらね。そうです、うん、なのでうってなってたところなんですけど、まあ、あのそれでこれのこの世界その解像度がバーッと広がって上がったことによってそれに対する用語であるとかそういったものなんていうかそのね合言葉的なものエルプサイコングルーとかああいうのがもう分かるようになったんですよ。なのでこれがですねあのまるで息を吸うようにトモさんが返してくれるっていうところがもう本当マジっす。今まで なんという自分から壁を作ってきたのかという感じですよね。使ってなかった脳みその領域使えるようになりました。いやそうなんですよ。もうね今まで違う言語で話してたのにこれ今度シュタインズゲート言語で話せるっていう新しい概念を得たっていうのはもうすごい、ことだ。世界の広がり方だったんですよねこれね。なんでこの日常会話がそのシュタインズゲートの、 あの用語で話が自然にできるっていう能力を得たわけです。得したわけですよ私は。リーディングしたいな。それまではそんなこと言われても愛想笑いするしかないですよ。わかんねえから。そうね、そうだったのに でもトモさんはそれを日常会話で気使ってそれを使わなかったっていうのが使すごいなって思いますよ。だってもうさそれを使いたくなっちゃう。理解度をあれするでしょうね。だってね、いや機関の妨害、ね、ハラスメントになっちゃう。機関の妨害によりとかさ突然言い出してもおかしくないわけですよトモさんが。だったらでもそれが今までの私がそれを聞いたらですね、うん、なんか多分なんかの設定なんだろうけどわからんって なってたところをそこのところに乗れるわけですよ私だったら。それでね、うん、今度は今後はね、うん、そう、それはもうジューシー唐揚げナンバーワン。そう、ジューシー唐揚げナンバーでさ、もう本当にさ、あのそうあの私はなんとかなのですって言えばいいわけですよ。いやそういったネットミームとかそういったスラングにこう対応できるようになったっていうのは非常に大きいなっていうところだったんですよ。だってもうさ、そしたらそういったなんかなんだろう、例えばそのゼリーマンとかゲルバナとかさ、ああいうのもさ元ネタがあって、その戦後のフィラデルフィア実験とかさ、そういうやつがモテネタなわけじゃないですか。はいはい、ね、そのステルスの実験だったんだけど、それがなんかうまくいかなくて、その乗組員全員行方不明みたいなさ、うんうん、瞬間移動の失敗みたいなさ、まあ、そういうのがあって、その先ほど言った上端大胆の話だとか、まあ、そういった都市伝説がまあこう
虚実入り混じることによってなんかちょっとこう信憑性を帯びてくるっていうところはあるってことですよね。そうそう、あとこの作品の面白いところって明確な敵っていうのがあんまり出てこなくて、うん、状況に殺されるみたいなのが多いじゃないですか。そうですね。なんていうんだろう、まあ出てこないわけではないんだけど、要するにあの裏にいるなんとなく気持ち悪い感じっていうのがずっとつきまとってて、そうね、あの違和感みたいな、うん、でそれがそのマユリが死ぬことによって爆発するじゃないですか、うん、でその状況を打破しようと何回も何回もトライするけど何回も何回も失敗してっていうのがあって、うん、そこがものすごい僕は好きなんですよ、この作品。あのずっと不穏じゃないですか。なんかね全部ミスリードだったりとかもするかもしれないんだけど、なんかがちょっと意味がありげなシーンがあったりとかするわけですよ。まあまあ分かりやすいところもあるんですよ。その窓を開けてるからね、FB に聞かれてるとかさ、そういうところもあるし、そうなんだけど、そう なんか後からあこれそうだったからそうなったんだっていう場合も結構あるでしょ、うんうんうん、あいつ敵だったんだとか、あいつあれだったんだっていうのは結構多いですよ。そう、これっていうのはさ、その一元で見ると後付けっぽいんだけど、よくよく見ると、うん、その伏線がちゃんとあって、そうあの時の発言がこれに繋がってんだなとか、あの時のこで裏ではこういう動きがあったんだなっていうのがな分かるわけですよ。すごい多分立体的に最初から構築されてて、それをちゃんと話としてまとめてる。そうで、この構造っていうのはそのバックトゥーザフューチャー1におけるその未来が過去は変わらないようにマーティーが、なんかそのね、あのビフを裏でやっつけてみたりとか、なんかそういう、ね、あの プロムのところでなんかちょっと暗躍してみたりとか、ああいうシーンに近いものもあるし、あのシックスエースとか、なんだファイトクラブみたいに、この実は一貫して実はこういうことを言っていたっていう後でネタバレがあって、後々思い返してみれば、あ実際実はそうだった、ね、奥さんにはあ彼の姿はずっと見えてない感じで進んでたっていうようなとかがある、見えたっていうカタリシスがあったりとか、まあそういったなんかその仕掛けがめちゃくちゃあって、あのサマータイムレンドとかもそうなんですよね。あそうそうそう、似てるの、うん、僕タイムリープもの大好きなんですよ、うん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 、結構タイムリープものってまあちゃんと物語を組まないと破綻するからっていうのもあるのかもしれないけど、うん、そういうのは多いじゃないですか、うん、裏ではこうなってる。そう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 、だからこの話のなんか表舞台でこれごちゃごちゃしてるけど、実は後ろでこいつらが暗躍することによってこの動きになっていたみたいなさ、うんうん、ピタゴラスイッチみたいなところあるわけじゃないですか、うんうん、その辺がうまいなって思いますよ。だからその最終話と1話がその一緒くたになってるっていうところですよね、うんうんうん、だからタイトルも近いっていうのがありますよね。終わりと始まりのってことと始まりと終わりのってなんとかっていうとかあるじゃないですか、うんうん、そこがそういったなんかそのタイトルもなんかすごいあの凝ってるじゃないですか。一見ちょっと支離滅裂っぽいけど、よくよく考えるとちゃんとその話のテーマに沿った感じになってるっていうところですよね。そうだ、もうね用語もいろいろ出てくるんだけどすごいっすよね。未来ガジェット研究所、中二病大学生、電話レンジかっこ仮の D メール、いやこれは D メールっていうのは電話レンジにがのメールだから D メールですよね。 D メールね、うん、で世界線の移動、この世界線の移動って、この世界線っていう言葉がこのシュタインズゲートによって世の中に広く認知されたっていうことですよね。あのなんだっけ、世界線 0. 何、1を超えるのがシュタインズゲートですよ。そう、 1% の壁ですよね。ああ、なんかいいね、そういうのはロマンを感じる、感じますね。であのな、 D メールがなかったことにすることによってだんだん増えていくんですよね。 0.6、0.8 になってくるんですよね、だんだんね。はいはいはい、うん、そう、この世界線っていう言葉っていうのはもう今も日常的にネットでも使われててね、いやもうこんなあの推しと会える世界線なんてみたいな感じになるわけですよ、うんうん、っていう使い方するわけですね、うん、っていう、にその市民権を得たんですよね、世界線という言葉がこの作品によって。
そういう意味だとやっぱりエポックメイキングっていうか、そう、かなりもうすごい重要な、すごいですよ、功績がすごい、うん、なんですね。あとまあリーディングシュタイナー、もう意味が分かりませんけど名前のいやいや、リーディングシュタイナーって多分まだ見てなかった時からだと俺なんかはもう燃える、あ燃える、あ超燃える。でもこのリーディングシュタイナーっていうのはそういう数字の世界線を超えた記憶を保持しているっていう状態のことじゃないですか。そうですね、オカリンの特殊能力です。これっていうのはエンドレスを8における長戸由紀なんですよね。ああそうですね、そうだからこれっていうのは本当にあれにもう鈴宮春日にもつながってきて、その観測者っていう立ち位置じゃないですか、あの岡部って。で岡部が観測したものっていうのは絶対に動かないっていうことで、なので、うん、長戸由紀っていうのはあの世界の観測者なので、あのそういうエンドレス8もこの2週間は何回やったんだっていうのは今回で1万5000何回とかってもう全部覚えてるわけですよ。あれもちょっとずつ増えてますね。そう、もうこの辺がね、もうリンクがすごくて、でそもそものこういったループものの始祖っていうのが今 Amazon プライムで配信始まったあのうるせえやつらのビューティフルドリーマーなわけですよ。ああそうそうか、そうそう。でこれ押井守が原作改編っていうのをもう がっつりやって、あのどうせ俺会社辞めるからって言ってやけくそでやったっていうやつで、もちろん経営者にも怒られたし、高橋由美子先生にもこれは私のうるせえ奴らではないって言われてしまったんだが、そのうるせえ奴らという土俵を使ってとんでもない映画を作ったという意味ではすごかったっていうことなんですね。なので今の原作改編がどうたらこうたらっていうのはもうね、そういうのはもうちゃんちゃらおかしいぐらいのレベルの時代だったってことですよね。当然だったし、もう自分の作家性を出してなんぼだったっていう時代ですよね。今はまあいろんな事件があったりとかして、そういうのもあれですけど、そうセンシティブなんですけど、だってあのなんだっけ、銀河鉄道39だってなんならもう劇場版だったら鉄郎の顔違いますからね。そうね、それのよくあるの。そう、あんた誰のが始まるかな、もう混乱しましたよ子供の頃はっていうね。バトレイバーの劇場版2とかもこれノアなのか。そうなんですよ、ま、認識から しかもそう、キャラデザ全然違う。もう広角機動隊だってそうでしょ、キャラデザ全然違うからね。前誰だってところで、なんならキャラも違うからね。そうっすね、っていうまあこの原作改編のまあ話っていうのはこのリーディングシュタイナーですよね。僕は一応だからリーディングシュタイナーの能力を持ってる男ですね。ああさすがですね、もうあ時代が繰り返すっていうことの観測者ですかね、もう我々になってくると。そうでしょ、だって80年代のファッションが古いなと思ってるのが今の Z 世代が新しいせいダボダボのコート着てたりするって、もうリーディングシュタイナーじゃないですかこれって。そうかな、そうでしょ。今度タイトルの時代来るぞっていうの分かってるじゃん今度。ああ繰り返してるんだから、もうだから我々が子どもの頃はヒッピームーブメントは古いって言われたのに、90年代の頭にヒッピームーブメントがみたいなのが出て、またタイトルネオヒッピーみたいなのが出てきて、で今度バブルになったらバブルの頃はダボダボのなんか肩パッド入ってるようなやつがあって、今はバブリーな感じが流行ってるからみんなダボっとしてるガウンなのかコートなのかわからんやつを着てるわけですよ。でも今度それが古くなってくると、そんなダボダボじゃなくてまたちょっとタイトなのがまた絶対出てくるんだから、もうずーっとループしてるんですよ。ループしてますか。それは我々は今観測してる状態ですね。観測者、蚊帳の外からあのその流れに乗らずっていうところです。もう今の若い子のファッション見てると、ああなんかもう80年代の女子大生みたいだなみたいな感じで来ますので、みんな、うん、っていう感じです。そんなことありますね。そうで、なんだっけ、いろんな、あそうそう、セルンですね。セルンの話もそうで、セルンっていうのも実在するんですよね。ああする量子なんとかだよね。そうそう、ジュネーブにあるんですけど、まあ綴りが違うっすね。あの本家は C ですよね、 S では。ああ、うん、っていうので、まあそういう研究機関があるだし、このバタフライエフェクトですよね。
あの、まあ、日本語で言うと、あ、風が吹けば桶屋が儲かるっていうやつですよね。うんうん、あのアマゾンの熱帯で、蝶々が羽ばたけば、あ、なんだっけ、なんかが起こるみたいな話ですよね。うん、で実際バタフライエフェクトっていう映画あったんですよね。それ見ましたよ。僕も見ました。内容忘れたけど。そう。なんでそのバタフライエフェクトなんですよ。もうシュタインズゲートはまさに。そうですね。うん。っていうことで、些細なことも改変されると、それが余波になってどういった結果になるかも予想もつかないので、過去は変えるべきではないということのですよね。うんうん。そうです。なんかその絶対ありえないだろうっていうのをさ、なんとなく、あ、そういうことならありえるかもって思わせるのうまいですよね。なんかデータをビットの論とかに変換して、それをなんとかに変換して脳のあれを情報を入れ替えるとかさ、絶対できるわけねえじゃんってなんだけど、なんか見てると、あ、そういうことかもみたいなのがうまいなって思う。そうそうそう、あれですね、あの本当はできないんだけど、その物理的にそういうことができるような気がするような説明によって、あの呪術廻戦もそうなんですよね、今っていう。これをなんとかすることによって、なんとかがなかったことによるすることができるみたいなことを言ってんだけど、もうじゃあそれのソースは何なんだっていうみたいななってくるんだけど、もうそこはいいんですっていうところで。だから、まあ、そうファンタジーと物理がうまいこと、あのその本当に知ってる人と全然知らない人のところのこの境界線のところでうまいことをくすぐってくれるから分かった気になれるっていうところで、うん、あのマキテクリスみたいな、要するに天才キャラを出すから、天才キャラ出すと、あ、こいつ天才だからありえるかもみたいな、あのなんていうの、リアリティを持たせるというか、うん、そうっていうのもあったり、そうなので、まあ、その辺のね、こういう世界観の感じだと、まあそういうストリートテリングしないと、まあちょっと進まないなっていうところはまあありますよね。で、うん、でなんだかんだあってもその世界線の収束という、ことによって結果は変わらない、あの工程は変わっても結果は変わらないっていうようなことができてしまうっていうやつですよね。うん、アトラクタフィールドの収束ってやつですね。はいはい。うん、だから、どんな道通っても結局マユリは死んでしまうと、うん、っていうから、そこから脱却するにはどうしたらいいのかみたいな、うん、っていうのは、まあ、もう平たく言ってしまうと、その観測者 に見たまんま、観測者が見たものっていうのをもう、あの嘘でもいいから疑似的でもいいから、それで彼が見たことにするっていうことが重要だっていうことですよね。でその観測者の目を持ってるのが岡部倫太郎なので、その観測者の目っていうのを、世界を騙せ、自分を騙せっていうのが未来の、岡部倫太郎 が気づいて送ってくれたメッセージだったっていうことですね、これね。そうですね、いやこのね、でもまあこういったまあ、噛み砕いていくとなかなかに、あのそこまで複雑じゃないんだけど、この物理用語とかそういうのをこう言うことによって、なんかすごい難しいこと言ってるような気がして、なんかちょっとかっこいいじゃないですか。12秒心くすぐるじゃないですか、うん、だがそれがいいってやつですね。俺がこの作品のだから最初言った難しい、あのとっつきづらいところでもあるけれど、それがそういう草屋みたいなもんで癖になるんですよ。そうなんでしょうね。だからあのスタインズゲートゼロってそれが なくて、あのオカリンの気持ち悪い感じがなくてもう承知してるじゃないですか、うん、だからちょっと物足りないんですよね。そうですね。いや、まあ、後半復活するところでこう語る必要がある。そうですね。お前そんなんじゃねえだろうってことされて、そうそう、あれこれ何があのこの岡部の12秒があの作用してるかっていうと、本当に一番最初は鬱陶しいだけで何にも良くなかったんですが、これが彼に余裕ができてこなくなると、そういうことを言わなくなるんです、うん、言わなくなって、で
でだんだんまた調子が上がってくるとまたその口調が復活してくるっていう、その彼の元気のバロメーターなんですよね、あの中二病発言って。ああそうそう、そうなんで、そうそう、あ、彼は今元気なんだなっていうことが分かるので、あ、そういうことを口を聞くようになってくれてよかったなって逆になんか思えるようになってくるんですよね、うんうん、そこのところはすごくいい、すごい仕掛けになってるなと思いました。そうの、そうだ、私は包囲兵庫だったのだ、こんなことではへこたれてられないのだ、ふわはは、みたいな感じで言って、おかわり復活した、これで大丈夫だ、みたいに なるんですよ。それがいいんですよ。そうですね。あの、今聞いて、話を聞いてて思ったんですけど、うん、これって陰キャの青春物語だなって思ったんですよ。うんうん、あの陽キャの青春物語って、こういう感じじゃないじゃないですか。うんうん、あのもっとこう明るいような感じでしょ、うん、だけど世の中の陰キャはこういう多分オカリンみたいな人が多いんですよ、うん、オタクっていうんですか、うんうん、だけどオタクだけどこれで彼ら青春を楽しんでるじゃないですか、その事件が起きる前の、うんうん、ラボ面のなんか楽しいじゃないですか、うん、あの感じ、うん、だから僕は感情移入したのかもしれないですね。あ、なんか楽しそうなことやってんな、俺が学生、俺が東京電機大学生だとこんな感じじゃなかったなっていう、こういう感じになりたかったなって思って裏見せる。でもあのなんていうかさ、あれですよね、そのアジトみたいのがあって、そこになんか出入りが自由でわちゃわちゃして、なんかね、あの不毛なあだもこだ、まあ物質みたいな、そう、ああいうのって憧れますよね、うん、なんかその、うん、たまり場っていうんですか、なんかあれなんていうのかな、イノセントな感じがしますね、うん、でもああいうってみんなが憧れてるからこそ、ああいうことをやっている人たちを主人公にしたっていうのはある気がしますよね、うん、そうですね。そうだからちょっと話ずれるけど、その秋葉に行くと、まあ、秋葉も僕もだからその東京電機大学に通ってた頃ってまだ2000年になる前だから、あれあれ、まだあれあれあれですか、その劇中にその大学学内、あの、まあ、ゼロの話ですけどね、ゼロの中で学内のその教、うん、なんか教場とかなんかそういうのも、うん、あ、廊下とか出ますけど、ああいう感じですか、やっぱり当時の電気大学は内装は、あの神田の今っていうと神田警察署があるあたりにあったんですけど、うん、あのなんか新旧入り混じれてて、その本館みたいなところはすごい古い、あの昔ながらの大学の建物みたいな感じですけど、うん、だけどその新しい方のビル行くともうちょっと新しいオフィスビルみたいな感じで、でもまあ似てたんじゃないですか、それを多分モデルにしてるはずだから、うん、うん、多分そうか、まあそういう中にさ入れる人じゃないと、で、あのその時の雰囲気と劇中の雰囲気は分かんないから、それって貴重な証言だなとはまあまあ思う。本館っていうか古い方の建物の雰囲気を出してたんじゃないですか。うん、で、そうで何が言いたかったかっていうと、うん、あ、例えばこのなんだっけ、今 MDX じゃなくてなんかあの新しい建物があるところには昔バスケットコートがあったりとか。ああ、そう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 ですね。あとはあのヨドバシ秋葉があるあたりとか何もなかったりとかさ、あの雰囲気を僕は覚えてるから、うん、であのアニメとかになる前、今もアニメとかでもないのか、なんかそのね、あとなんだっけ、メイドカフェとかがガンガンあったりとか、うん、もうすごい変貌を遂げて、あとは今インバウンドとか外国の人がいっぱいいたりとか、すごいカオスな街になってますけど秋葉原って、うん、もう今日だって中国人ばっかりでしたよ、もうもう今日はあれですよ、マユシーがあそこのバスケットコートとかなくなっちゃって、うん、今はアイドルのカフェとかあるんだよって、それもう AKB カフェのこと言ってたと思うんですよ当時。あ、その AKB カフェも 今なくなってしまって、今はあのバンダイの、魂ネーションストアになってフィギュアーツとか売ってるわけですよ。私はまあ今日そこに行ってきたんですが、うん、まあだからそうやってあの駅前広場っていうのは変わっていって、でもまあ魂ネーションズストアはもうちょっと長くやるんじゃないかな、やっぱまあまあ人の入りがやっぱ多いんでね、うんうん、とは思います。僕最近あの推しのアイドルさんがあの誰だっけ、あの小野田の下にそういうあの
エンタバー秋葉っていうちょっとしたスペースがあって、イベントスペースみたいなのがあるから、定期的に行くようになったんですけど、また秋葉に。うんまあ、そこも再開発されちゃうっぽいんですけど、なんかゆくゆくはね。だけど、なんか秋葉原の街っていうのは、結局、なんか人間がの欲望が行き着くところって、こういう街を作りたいんだなって、なんとなく思うんですよね。結局、ごちゃごちゃするところが好きなんだな。でしかつ、あんまり気取った人じゃなくても、要するに秋葉原に入った瞬間にもう人種が変わるじゃないですか。うん、要するに、オタクがオタクでいられる場所っていうか、うん特にそういう人がいても、結構むしろそういう人の方が多いっていうか、早口で歩いてる中学生とか、いるね、こういう、あとなんかなんだっけ、ラッピングされた、ビタ車とかさ、ビタ車ね、普通に走ってて、で昔はえって思ったけど、もうそれが普通の感じになっちゃってるじゃないですか。うん、まあなんかすごい面白い街だなと思ったけど、ただまあ、シュタインズゲートの話の中では、その昔のちょっと、まあコミットした、ごちゃっとした、例えばそのね、ラボのあたりのあの雰囲気もね、ちゃんと描かれてるし、なんかいいなって思うんですよ。今日行ってきたんですけど、ラボのあたりっていうのは、本当にオフィス街なんですよね、お店じゃなくて。会社なんですよね。そうですね。なんで、いや、立地によく、こう、なんですよ、事務所を構えるような設定にしたなっていうのは思いますけど、ただ中心街ではやっぱ家賃もあれだろうし、ああいうちょっとどっちかっていうと、もう末広町とか湯島とか、うん、あっち側のもう秋葉原よりも外れたところでギリなんだろうなって思いますよね。うん、あの辺の雰囲気なんか面白いですよね。面白い。ただ近くにある吉林公園っていうのは近くの小学校の校庭を兼ねてるので、午前中は入れないんですよ。柵が閉まってて、なんで私今日午前中に行ったので入れなくて、柵の上からのカメラを、構えて撮ったんですけど、もうまるで子供の写真を撮ってる変態のおじさんになってましたね。職質されるやつ、そうですね。でそのカスタムっていうね、その元モデルになった建物の、まあ、一本裏路地というか表通りに出たところにメイクインニャンニャンがあるんですよ。まあ、今いや本当の名前はメイリッシュっていうんですけど、まあ、その メイリッシュさん、うん、はいはい、いや入り口の雰囲気が同じだなと思って。そうそうそう、メイリッシュさんは今もそのシュタゲの聖地だという誇りを持って、それを売りにちゃんとポスターも貼ってくれてるし、その記念スタンプカードみたいなのも発行してくれてるので、いや、うん、マジフェイリスニャンニャンやり手だなと思いました。フェイリスニャンニャンって あの子もさ、ぶっ飛んでるけど、うん、結構ちゃんとしてるよ。あの子一番まともかもしれないですね。いや、そうね。お金持ちの令嬢だしね。うん、でも俺劇場でもずっと気になってたのが、みんなフェイリス、フェイリスって言ってんのに、花沢からだけフェリスちゃんって言うんだよね。フェリスちゃん、うん、なんで字幕見ててもみんなフェイリス、フェイリスって書いてあるのに、眉尻の時でフェリスって言ってんだよね。もう意味がわからんと思った。眉尻ね、眉尻ちょっと母性があるよな。そう、眉尻ね。マユシに花澤香菜さんのキャスティングしたのマジ神だと思いませんか。いや、マジ神だと思います。マジ神。それ以外の声思いつかない。もうそうなんですよね。でそもそもこの作品って宮野守とか花澤香菜とかぐらいで、うん、他はあんまり有名じゃない人なんですよ。うん、なので。まあ、田村ゆかりとか、田村ゆかりとかはもちろん、関智一とかはまあそうなんだけど、それこそそのクリスの声のね、今井麻美さんとかはあんまり知らないし、うん、だし他のヒロインの、まあ漆原ルカは小林優なんで、まあ「進撃の巨人」のサシャとかやってるので、まあそこそこあるんですが、もう他の人はあんまり分かんなくて、
まあでもそれは視点の違いじゃない。うん、そうかもね。アイドルマスターの違いやってるから、いや、うん、結構有名だと思う。うん、このジャンルが多分見てるジャンルがまあ違うんだろう。まあか、まあ、それこそ解像度が違うというだけなのかもしれない。そうそうそう。そうだと思います。いや、みんな有名じゃない。多分。うん。そう。なのでまあでもその中でもまあやっぱりその誰でも知ってるっていうその宮野真守花咲かなあたりで攻めてるのがまあ素晴らしい、すごいやっぱ安定感があったなっていう。でもオカリンか、僕なんか小説読んだけど全然違和感なかったな、これ。うん、そう、あとなんかダルが好きなんですよ、俺。ダルでさ、あのすげえ うざいあのオタクっぽいけど実はかっこいいですよね、ダル。ダルかっこいいですよ、うん、ダル実なんかずっとさあラボにいるけど実は同じ大学の1年生っていうさなんなら高校生から一緒っていうね、うん、うわスーパーハカだおーとかなんかふざけた喋り方してるけどすげえ頭いいし、そうで、ね、このさあの関さんもね最初のうちは見返してみると意外と普通に喋ってるんだけど、だん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 ね、フェイスタをなんとかなんだおーってずーっと全然ってもう、そうずっとその喋り方になっちゃって最後の方は。キャラが全然変わってんだよね。最初は普通にだいぶ喋ってて。で、だからもうカッコつけるときだけさ、ね、まゆし、もう一回。そのバナナをみたいなこと言うわけですよ。はい、言ってた。なんだけど、そうでそういう時だけあの G ガンダムのドモン歌手になるんですよ。関さんもなんかやり手で。いや、そうそうそう。でも本当下着ゼロの頃だったらもうあれだね。ずっとなんとかなんとかだおおでずっとなんとかなんとかだよでずっと言ってたよね。キャラがもうめちゃくちゃ偏ってきちゃったって感じですね。でも俺クリス好きだな、クリスも好きだな、なんかこのオタクなんだけどツンデレなところが可愛い。これはどうしたってクリスのことはみんな好きになるように仕向けられてる。まあそうでしょ、広いんだよ。そうそう、もうティーナ言うなとか言ってね、テレティー可愛いよ、ね、めっちゃ可愛いじゃん。ビクトリーコンドリア大学脳科学研究所そうね、でかつさ、シュタインズゲートゼロはそのクリスがいない世界線だけど、うん、AI で復活するじゃないですか、うん、あの辺もちょっとあのキュンとするっていうか、なんちゅうの、その AI の視点で本人の話をするっていうか、どうだったのみたいな感じになって、あ、これはなんだっけ、オカリンはしんどいだろうなって思って見てました。あれ本当にさ、オカリンがさ、ラムプラスやってるようなもんじゃないですか。いや、そうだからマジしんどいと思うんだよね。あのときめもやってるようなもんだから。そうですね、ラムプラスもときめもも時代かなり昔の話、なんなら私的には桜大戦と同じような状態なわけですよみんな出てくる例えば、ね、そう、あのピンピロリロリンって、ね、あれが好感度が上がるわけですよ、なんか言うために、うん、ああということで私あれです、これからドクターペッパードクペ選ばれし者の知的飲料ドクペをウォッカで割って飲みたいと思います。プシュ、ね、ドクターペッパーの解像度、この話を見た後の解像度上がったな。ドクペ薬っぽいと思って飲んでなかったけど、いや、これは選ばれし者が飲む。そう、知的飲料だ。これを、ドクペを、私はビーカーで飲もうじゃないか。やるようになったな、俺も。ビーカーで。ね。混ぜ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 。ということで、ドクペウォッカ割りを飲まさせていただきます。はい。うん。うん、癖が強いそう、これで頭がシャキーしてくるはずだ。うん、まあ、ウォッカと相殺するかもしれませんがそう、ですね、もう、まあ、ダルがね、あ、そう、
ダルが、まあ、あの鈴葉のお父さんだっていうのが分かった時も衝撃だったっすね、これね。あ、確かに衝撃でしたね。まあ本当にあれだったね、 お母さんに似てよかったですね、天音ゆうきさん。これさ、ゼロの話になるんだけど、うん、天音ゆうきさんが実はライダースーツの女だったんではないかっていう、これミスリードあったっすよね。ああ、ありましたね。そう、なんか手怪我しちゃってとか、なんか用事があって来れないとかさ、そういうところがあって、そのつどそうなんか、そういうライダースーツの女がそういうことになってみたいなところがあって、いや、これマジか、天音ゆうきなんかそっちの敵対する組織でいながら、どうやって天音鈴葉とダルが年頃になるんだと思ったら、もう全く関係なく全く無害の人だったっていう。そうですよね。そうで、あのレイエス教授だったというそのライダースーツの女は、うん、うん、っていうちょっとしたミスリードもありつつだったんですね。で、このいろんなこのヒロイン候補がいるんですが、うん、私的にはこのフェイリスニャンニャンがどうしてもやっぱりこういじらしくて好きなんですよ。フェイリスね、この桃井春子さんのこのロリボイスもさることながらなんですね、うん、なんだけど、この今日も今日もって言ってすごいじゃれついてくるんだけど、でも本当は今日もは振り向いてくれないっていうのを分かってて、それでも明るく振る舞って、なおかつすごい手厚い協力もしてくれてっていう、めちゃくちゃ大人なんですよ、やっぱり。そうですね、さっきも言ったけどフェイリスが一番大人なんですよね。そうかもしれないです、うん、なので私はこのキャラの中では、まあ、フェイリスが、まあ、推しですよね。いじらしい、あ、いや、もちろんクリスがすごいすごいなと思いますけども、うん、でもね、みんないいとこあるんですよね、やっぱり。そのね、ルカもさ、本当にあの一番女の子っぽくて本当にずっと心配してて、でもあのずっと蚊帳の外にされてしまってみたいなところがあるんだけど、はい、あの未来の世界のでは大活躍して、あのね、うん、あの武器屋で980で取って買った刀を使ってもう舞台を全滅させるわけですよ。あ、はい、ここの辺はやっぱりですね、小林優さんのこの腕の見せたところで、やっぱりそのボーイッシュな声も出せるっていうところがさすがだったですね。うん、だが男だですね。だが男だ、この、ね、だが男だの、なんかの感じが、このだが断るから来てる感じは分かるんだけど、面白いですね、うん、何か言われても、そう、そのうちあのクリスですらだが男だって言い出すから、その未来ガジェットとかにもさ、もしかしてオラオラですかとかさ、またつまらぬものをつなげてしまったとかさ、なんかとかさ、そこにしびれる憧れるーとかさ、大体ジョジョじゃんってあるよね。あるある、そういうの元ネタがいっぱいあるんですよね、そういうのね。そう、だからその辺がオタクが楽しいポイントですよね。だからダルとかがよくそういうこと言うけど、あ、オタク言うよね、こういうことっていう。そうだ、なんとかだろ、上皇とかさ、上皇とは言わないけどさ、それは言わないけど、まあ言うんかね、知らんけど。いや、ああいうキャラクター性をつけて、大げさに言ってるけど、秋葉行くと本当にいるからね、そういう人。うん、なんとかオツー、自演オツーっていうのいるんですかね。いや、なんかね、キャラじゃなくて、マジ、まあ、あそこまで誇張はないかもしれないけど、うん、すっごい早口な連中とか、本当いますよ。あ、いる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 。しかも、あの、オタクって興奮してくると、すげえ早口になるから、なるなる。で、しかも、あの、なんていうの、中高生の、まだこう、人間も生え揃ってないようなやつが、あの、4、5人でたる、もう、ダッサい格好で、熱い言葉でアニメについて話しながら歩いてるのとか。うわーって思うけど、あ、でもあるな、俺もそういう時代あったよと思って、懐かしい、あの子供を見るような目で見てますね。まあでもそうなんですよ、あの結局あれっていうのは、まあ、自分たちの中の知識の確認の試合だから、発展性はないんですよね。
そういう人が輝ける街だからね、秋山は、うん、そうなんですよ。だから、間口が広いっていうことですよね。そう、まあ、あとさっきでは話出てこなかった桐生萌えかですよね。桐生萌えか、いい女ですね。桐生萌えかはあれだよね、まあ分かりやすく敵っちゃ敵だった。 M4、うん、フェルディナント・ブラウンに継投しているので IBN5100 をね付け狙うということで。でもなんかこの子雰囲気があっていいよね。そうなんですよ、あのメールだと饒舌なんだけど、あの実はしゃなんか口下手っていうところも良くて、そうそう、そう面白かった、すごいし、で携帯奪われたら本当に鬼の形相で返せ返せって言ってくるところも気がとち狂ってていいし、うん、いいし、まあなんならこの、ね、ナイスバディーなお姉さんっていうところがいいですよね。そうです、このあれなんですよね、ラボ面の中では一番年上なのかな、成人済みなんですよね彼女は、うんうん、っていう感じで。そうなんですよ、だからもう俺あの桐生萌香があんなボロアパートに住んで自分には何もないって言ってあんないいものをお持ちでやりながらもったいないと思いますよね。なんか あれ、うん、シャワー浴びる浴びないみたいな話なかったっけ、ないか。いや、あったじゃないですか。なんかあったようななかったような、ん、なんかちょっとまあでもそんな色っぽいシーンはなかったけど、まあでももう無理やりキスしたシーンはあったですよね。なんかそんなありましたね、うん、そう、この無理やりキスのシーンがそのファーストキスだったのか、その映画版のところでそのタイムリープしてきた、うん、クリスとあの バス停というかその、都電の駅で、うん、言葉を交わしてしたキスがファーストだったのかっていうのが、まあ、ちょっと議論が分かれるところなんですよね。そう、あの不本意なもんだったかなって言って、私のファーストキスはを返してみたいなことを言ったシーンでね。なんであの映画っていうのがもう非常に、大きな意味が自分の中であって、あれは蛇足だって言ってる人もいるんですが、やっぱりそのあのじゃあなぜ法王院京吾という人物を名乗ることになったのかっていうのは、その未来から来たクリスがそのバス停でそういうね、法王院京吾というキャラクターで行きなさいよっていうことでキスをして送り出したっていうことでもって、そのそこに気づきがあって、岡部凛と太郎はこうね、凛太郎はさ法王院京吾に目覚めたっていうきっかけのだったわけですよ。だから未来からもたらされたものだったんですね、やっぱりその法王院京吾というものは、うん、そこが良かったですね。良かったし、その前にあの我が名は法王院京吾って言ってこの白衣をまとってクリスがその痛い発言をね、カッコつけてやるっていうところでみんなポカーンとするシーンもあるんだけど、もう私はあれに震えたっすね。めっちゃ鳥肌立った。もうなんということだと、かっこいいと。人によっては意味がわからんって言ってたんですが、あれはもう私にとってはもう本当にありがとうございます、大サービスでした。だしそれによって自分を鼓舞して、そうやって岡部凛太郎を救うということですよね、だったなっていうので、あの映画はそういった気づきが何点かあったんで非常に良かった、うん、という感じですけども、まあ、まあ何をさておいてもやっぱりあれですよね、黒幕はレスキネン教授ですよね。レスキネン教授ってゼロにしか出てこないって。そうなんだけど、これ実はゼロにはゼロじゃなくても出てきてて。どうでしたっけ、あのクリスがアメリカに、メールを多分ヒア城真帆に送ってるんですよ、う
でも冷や城真帆からの返信で、そのやっぱり IBN5100 っていうのが解読に必要らしいっていう回答を得ました。で、教授が言っていたっていうアメリカからの返信があったっていうくだりがあって、そこでは名前は誰も出てないんだけど、多分ヒアジョー魔法に送って、ヒアジョー魔法がレスキネン教授に聞いて、それの回答をクリスによこしてきたっていうくだりだと思う。おー、うん、っていう、うん、そういうところでもまあよくよく全部見返してみると、ああここでもつながってるのかなっていう感じ。まあ、ヒアジョー魔法も可愛いっすよね。なんかまあゼロのなんか新しくヒロインみたいな、正統ヒロインなんだけど、でもゼロではやっぱり最終的にはやっぱりあれなんだよね、マユリなんだよね。おう、無印のところでそのマユリがなんかもうすごい砂漠みたいなところでもう砂の像になってなんかこう崩れていくみたいなシーンがあって、これっていうのはその最終的にリンターロが間に合わなくってあそこで風化して死んでいってしまう、紀元前1万何千年前みたいなところで、まあ、死んでいくっていうようなシーンだったわけですよね。でもそうはさせないっていう感じで待たせたなって言って来て、2人とも助けに来たっていうっていう終わり方で、最後はバレンタインで終わるっていう、ちょっと不思議な締めだったんですけどね。日常系で終わっていくっていうね。いや本当もうすでに1時間以上話してしまったですね。もう全然もう話した、まだ話してないこといっぱいあるな。全くもう。でもまあ、なんだろうな。いろいろこう、回り道はするけど、結局その最初のシーンと、そのシュタインズゲートの、まあメインの話のラストの、うん、あの、なんでしょう、伏線回収のあれっていうのが、やっぱりこの話のメインなんじゃないかなって僕は思うんですよね。うん、例えば、なんだっけ。メタルなんとかとかさ、メタルウーパー、ウーパーウーパーだっけ、メタルウーパー、うん、あれ辺とかもさ、あーおーうわーって最後もうわーってうらいながら見てたマジかそうなってたのか、なるほどみたいな。やっぱそこは、ね、バックテザフューチャーの舞台裏ですね。 2週目の舞台裏っていう感じでしたね。そうよくできてんなって思って全部見てた記憶はあるね。であとはなんかまあ自分自身、要するにあの大人になった自分自身からのビデオメッセージとかさ、ああかっけーみたいな。そうそう、であれゼロの方でよくよく見ると、あの照明とかすげえみんなで頑張ってそれっぽくしてるっていう。そう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 。やっぱりこれの作品はやっぱりあれですよ、まあ、いろんな意味でオタク心をくすぐるというか、それでいてなんていうのかな、そのさっきも言った世界線とかさ、そういう世界あの市民権を持つような言葉を展開してたりとか、やっぱりすごい影響力のある作品だと思います。そうですよね。そのやっぱそのさっきも言ったそのあの都市伝説みたいなのを引き合いに出してくるっていうのがあって、そのあれですよね、エルプサイコングルーってその合言葉のように最後に言うっていうのは、まあもともとその食堂の男っていう逸話があって、そのラ・ユダソースティアーナっていうのを最後に言ってたっていうやつが元ネタなわけじゃないですか。あの食堂で孤独でなんか一人で食べてる男が、それこそその岡部凛太郎みたいにもう誰とも通話されてないのに独り言みたいな感じで、あ俺だ、なんかついにあいつもそう動いたか、あの大統領はもう終わりだなみたいなこと言って、まあ、これも世界の選択か、
ラ・ユダソ・スティアナっつって物上げに電話を切ってなんかちょっとあの無言でご飯を食べ始めるっていうのを周りにそれをわざと聞こえに言ってえ何が起こってるんだみたいなことを思わせるっていうネタっていうね、それがまあ食堂の男っていうやつなんだけど、だそのユダソ・スティアナっていうのがまあエルプサイ・コングルーになってるっていうことですよね。しかもそのなヨダソーのヨダソーが嘘だよになってるっていうことなんですよね。へえ、うん。っていうのから来てるっていうところですよね。もうそういった元ネタがもうめちゃめちゃあったし、あのずっと岡部倫太郎はその機関に狙われてるとか機関に機関のエージェントがとか機関を出し抜いて出し抜かれたら出し抜いてみたいなこと言ってたんだけど、これが結局最終的にはその機関っていうのが、まあ、セルンであったりダーパであったり、ね、あの 西側大国のことであったっていうことが後々分かってきたっていうことなんですよね、うん、ゼロの方の終わりでそれが回収されたっていうのがすごいですよね。だからそれは妄言ではなくて実はそこにもつながっていたっていうことなんですよね。機関の妨害にとかってあながちそうあの妄想ではなかったっていう、うん、それがねまあ、収束とアトラクタフィールドの収束としてはすごいなって感じだったっすね。なんだかんだでそうなっちゃったみたいな、そうなっちゃったっていうそうそうそう、うん、まああとはあれですかね、ジョジョの話ですよね、さっきのね、だが断るとかさ、もしかしておられですか、あそこにしびれ憧れた、あとあれですよね、タッチですね、綺麗な顔してるだろうっていうね、あれはよく使われましたっていうのはあったりはしたっすね、うん、そうで、あのこのタイムリープとかそのそういったのに関してのそのなんかこの疑問なんですよ、自分的な最終的な疑問あるんですが、これっていうのは例えばそのなんていうの、過去にバーって戻ったとします、自分のあれの記憶が、そしたらそこまでいた体にいた記憶っていうのの人格はどこへ行ってしまったのかなっていう疑問もあるんですよ。上書きされてその人はいなかったことになってしまうのか分かんない、うん、でもそこは言及されてないし、確かに、そうで、あとそう、その過去に行った場合、その残された方の世界線はどのように進んでいってしまうのかっていう、いなくなってしまったのはいいけどっていうところ、分岐したるのか、そうそうそう、うん、だから、まあ、それっていうのはそのドラえもんの魔界大冒険におけるもしもボックスで、もしもの世界がなかったことにしてお化けが来ないっていうやつにして、ではい、目指しってなって、待てよ、じゃあ魔法があった世界の方はどうなるのってなったら、それはそれでそっちで進むからうちの世界とはもう関係ないという、全ちっとも関係なくないじゃないかっつって戻んなきゃいけなくなるっていうね、あ、はい、うん、っていうので結局いろいろ分岐をしてしまうので、自分がいる世界っていうのは良くなるだけで、まあ、残されて行ってらっしゃいって言って送り出した方の世界はもうひどいことになるっていうことでしょう。でもあれなんだよね、あの多次元の考え方じゃないと理解できない世界の話なんじゃないですか、うん、結局3次元時空という概念を多分超えたところの話だから、うん、僕らは3次元の存在だけど、やっぱ多次元になるとそういうのが理解できるのかなっていう哲学的な話になるんですけど、どうなんですかね、うん、そういうステージに出くわしたことがないから分かりませんが、まあ、いろいろちょっとどうなってるかなって、うん、あのロマンがあるじゃないですか。だからそういうなんかあのやっぱり中二病をくすぐる設定がこの話の根幹にあるから、やっぱりあの響く人には響くんですよ、この話。そうですよね、うん、でそこにさ、そういったギャルゲーの要素とか、まあ
なんかその推しがいてそいつを救いたいみたいな気持ちになったりとかするし、その人たちっていうのはやっぱりあの主人公に寄り添ってくれるようなことを言うわけですよ。例えばあのタイムマシン の型番もね、OR とかね、岡部凛太郎だったりとかね、FG とかフューチャーガジェットだったりとかね、最後はもう C204 っていうのはクリスティーナなわけですよ。どういうロマンなんだ、なんだろう、マシンのあれ探すですよね、最初。なんだっけ、IBM5100 だっけ。IBM5100。なんかそういうのもロマンがありますよね。幻のヴィンテージマシンみたいなね。私あの、なんていうか、その、オペレーションに北欧神話持ってくるという中二病いいっすよね。ベルダンディとかスクールドとか言うてたね。そうそうそう。もう、ああ、女神様が来てるわけですよ、ここは。そうですね。確かにそうです。ウルド、ベルダンディ、スクールドなわけですよ。ちょっと笑っちゃいますよ、そういうのね。なんでね、まあそうやって、まあ映画の話もまあちょいちょいしたし、ゼロの話もちょいちょいしたんですが、まあその、やっぱ、東京電機大学卒業生としてのこのシュタインズゲートの、この、あれはどうですか、視点としては。まあ、なんて言えばいいんだろうな、なんかその、オカリンだったな、これ。全然感動ない。まあでもそれはその大学生の時にあのやってたわけじゃないわけだから、もうちょっとね早ければね、確かに本当のリアルタイムだったけど、まあさすがに大人になってから見てるんで、まさかそれを見た時に俺やんって後からの気づきあって、東京電機大学生なのっていう、だから まさか自分の母校が舞台で自分がねえこの主人公だってもおかしくなかったような世界観ってすごいですよね。あのね、東京電機大学生っぽいんですよ、おかわりっぽいんだ。あのなんて言うんだろう、あの東京理科大とかさ、東京工業大学とかさ、そう全然違うんですよ、東京電機大学って。なんかすごい中途半端なのなんていうか、すごく頭いいわけでもないし、すごくバカなわけでもないし、なんて言えばいいんだろうな、あの煮え切らない感じがすごいオカリンっぽくていいなってでもダルはスーパーハーカーだけどね。ああまあまあまあ、まあ、そんなにまああのなんていうかな、そんな悪い大学じゃないけど、なんかいかにもオタクが行くな大学だなっていう感じですね、いや本当そういったね、当事者のお話が聞けるっていうのは非常に重要なあれで、多分この YouTube 広しといえども、シュタインズゲートで、はい、東京電機大学のオカリンと同窓生ですっていう人なんか絶対話、肉声で話してこないだろうなっていう素晴らしい動画なんだと思うんですよね。電機大学にはしかも神田にないからね。ね、そう、ちゃんとその神田にあった頃の卒業生ということで素晴らしい。もう今日はね、本当に得るものがいっぱいありまして、本当に1時間以上もお話しした回がありましてね。確かに映画より話してるじゃん。いや、そうですよ。もう、本当そう。もうあれ、だって今日の聖地巡礼した話とかもしたら、もう、だってもう、今の秋葉原の様子もやるし、その昔の東京電機大学の話もしたし、それこそアニメのそういった流れとかキャラクターについても深掘りしていったしっていうので、盛りだくさんすぎましたね、もうノンストップで。だからもともとゲームのフォーマットだから、やっぱ結局こういうのってあの世界が分岐するじゃないですか、あれと一緒で昔のなんとかゲームブックみたいなもんでさ、何ページに飛ぶとか、で結局バッドエンドとかバッドエンドとかあるけどトゥルーエンドがあって、それがまあ要するにシュタインズゲートの選択なわけですよね。言葉は変えてるけど昔からあったそういう要素でさ、でゲームだとやっぱり結局こう分岐してって、ああこうなっちゃった終わっちゃったみたいなのがあるけどさ、だからアニメはそこのトゥルーエンドに向かう話を、まあ、いろんなところでバッテリーに向かうけど結局またタイムリープして戻ってっていうのをこうしらみつぶしに行って最後いいところにたどり着くっていう、
話になってるんですよね。そうですね。だからもともとそのギャルゲーの要素があるから、この登場する女の子たちでと付き合うということで、まあそれはそれで幸せだからいいじゃないかで、他のことは全部ぶん投げて幸せになっちゃうっていうエンドがいっぱいあるってことですよね。そうそう。だけどなんか、ああでも結局もやるなっていうところがあるけど、ああでもこう最終的に本当の選択をすれば両方助かってちゃんちゃんが幸せですかっていうところにたどり着くんだ。だからもうメイリスと付き合ったらめっちゃ金持ちでもいい暮らしができて、やった幸せだって言って終わるってみたいな、そういう感じになるってことですよね。だけどまあね、結局まあよしよしみたいな全部ぶん投げちゃうわけですからね、うん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 、他のことだからまあよくできてますよね。ね。だから私その昔はその桜大戦とかもやっててもすごい悩んだんすよ。そのキャラクターだ誰がいいのか、誰の機嫌取っていいか、みんなの機嫌取りすぎててもやっぱりなんか、あみんなに優しいんですねって言ってるレベルって下がっちゃうし、はいはい、ときめきメモリアルは当時プレイステーションで出た時にやりましたね。友達がみんな麻雀してる横、僕は麻雀ができないからときメモがあったからやってたんですよ。ただだんだんそのみんな麻雀しながら僕の恋の行方が気になりだしちゃって、みんな麻雀どころじゃなくて恋の行方が気になりだしてそうです、難しい、まあ、まあ、違う話になっちゃいましたけどまあというわけでシュタインズゲートなんで今なんだって思うかもしれないですけど、もうこれは本当にあのエポックメイキングでも秋葉原のこのオタク文化を語る上では絶対なくてはならなくて、で今までの SF 作品のそのバックトゥーフューチャーであるとかマトリックスであるとか、なんかいろんなやつのもう、まあ、そういうと集大成なわけです。なのでそういったのをちょっとまあ名作だからちょっとね、やっぱ我慢して最初は我慢して見るべきだったし、見てよかったなって思ったので動画撮らさせていただきましたというところでございましたね。とりあえず10話まで見ようね。とりあえず何まで10話。そうだね、そう、それぐらいまで見ればあとはもうマユシーが何とかしてくれるのです。てって言ってくれるから大丈夫。ってってねーって、マユシーが殴ってくれるか、スズハが殴ってくれるかっていうところで。なんだっけ、てってるっていう芸能人いるじゃないですか。ショコタン。ショコタンのてってるはこっから来てるんですかね。違う、ショコタンがオリジナルで。あ、ショコタンがオリジナル。そう、マユシーがパロディでやってるし。なんならなんならそのショコタンのトゥットゥルーはドラゴンクエストのレベルが上がった音らしいです。あ、じゃあ全然違うじゃん、ええ、ドラゴンクエストのレベルが上がった音っていうのはあれですよ、こうテレテレテッテッテーなわけですよ。あ、だけどトゥットゥルーなの。でもトゥットゥルーになっちゃってるというところですね。はい、すげえメジャーミックスだ、知らんけどそう、まあそういう感じで、トゥッテルーなレベルが上がったシュタインズゲートのお話をトモさんと1時間以上にわたって、長丁までお話しさせていただきました。どうもありがとうございました。うわありがとうございました。ああ、ほ、今日もにゃエルプサイコグル